こんにちは、ふたおちゃです。今日はこんな感じでずっと雨降っています。今午前中の11時なんですけども、すごいですね。ここまで、はい、水が溜まることなんて今までなかったんですよ。オーストラリア、割と水はけはいいんですよね。排水の仕組みよくできてるんですけども、それでも追いつかないぐらい水が、はい、こんな感じに、はい、溜まっちゃってますね。まあ一応ここ坂なんで大丈夫だとは思うんですけども、はい、ちょっとすごいですよね、この水の感じね。今日はね、雨が止むまではちょっと外には出ないようにしようと思います。いやー、でもすごいですね。そことか濁流みたいになってますんでね。ちょっと浸水することは多分ないと思うんですけども、ホテルの排水問題も解決したんで、はい、一応大丈夫ではあるんですけどもね。でもちょっと心配ですよね。やっぱりね、こういう時割と坂がある地域は問題ないんですけども、ちょっとね、こういう感じになっちゃってて、ちょっと心配ですよね。まあ、多分これ以上水が上がることはないとは思うんですけども、ちょっとね、気をつけたいと思いますね。外で言うとこんな感じですね。まあ、水がこんな感じでバーッと流れてて、いやーすごいですね。車とかもすでに結構もう10センチぐらい水があって、これね、ちょっと危ないですね。こんな感じになっているんですけども、はい、おお、今日気をつけないとね、水が、はい、来るんで。もう今日で土曜日なんでね、まだね、いいんですけどね、これ平日だったらちょっと大変でしたよね。こういう感じでね、なってます。ちょっとね、上の方からも雨降ってるんですけども、ここから流れてきてって感じで、すごい。でもですね、歩道のこのとこ近くが水がね、ずーっとここに流れてるんで、ちょっと気をつけてくださいね。靴とかだとすぐ濡れちゃうんで、サンダルか長靴をおすすめしたいなと思います。いやー、でもすごいですね。もっと危ないですね、これね。はい、ちょっと雨はね、少し落ち着いてきたんですけど、また強くなるとは思うんで、今日はね、こんな感じで終えようかなと思います。皆さんも、雨降った時ね、結構シドニーは雨結構降るんですよ、降る時。だから、ちょっとね、そういう時気をつけてもらえばいいかなと思います。ということで、今回は以上になります。次回の動画を見ていただければ嬉しいです。では。